皆さん、こんにちは。NHK 連続テレビ小説、おちょやんで、主演を務めるなど、ドラマや映画など多くの作品に、出演している人気女優の杉咲花さん。演技派女優としても、おなじみの杉咲花さんですが、実はご両親も有名人だったのは、ご存知でしょうか。しかし、一方で家族構成は、複雑だったという噂もありますが、真相が気になりますよね。また杉咲花さんの熱愛が出ました。そのお相手は妊娠はしているのかについても合わせて紹介していきます。まず杉咲花さんの両親についてです。杉咲花さんの両親は父親母親ともに有名人であることが判明しています。一体どんな人物なのか詳しく見ていきましょう。杉咲花さんの父親小暮武彦さんは、小暮、シャケ、武彦、名義で活動するロックミュージシャンでした。小暮武彦さんのプロフィールを紹介していきます。名前、小暮武彦、別名義、シャケ、小暮、シャケ、武彦、生年月日、1960年3月8日、出身地、東京都杉並区、職業、ギタリスト、作曲家。なんと小暮武彦さんは1980年代にフレンズなどのヒット曲を生み出したロックバンドレベッカの元リーダーになります。小暮武彦さんは1982年2月にレベッカというバンド名をつけアマチュアバンドを結成。1984年には正式にデビューし曲作りなど中心的な役割を担当していましたが、2枚のアルバムを発表後にグループを脱退されています。その後別のロックバンドで活動を終えて、以降ソロ活動で現在も音楽活動を行っています。杉咲花さんのお父さんはまさかの元レベッカのリーダーで名付け親だったということなので驚きですよね。杉咲花さんの母親はアニソン歌手の千恵梶浦さんになります。千恵梶浦さんのプロフィールを紹介していきます。名前千恵梶浦、生年月日不明、出身地東京都、職業歌手。千恵梶浦さんはテレビアニメマクロスセブンの劇中歌ファイアボンバーのボーカルを担当したり、ヒロインミレーヌの歌唱部分の吹き替えを担当。マクロスセブンのファンからは馴染み深いアニソン歌手として知られています。1995年にシングル曲だけどベイビーがオリコン初登場15位を記録するヒット作となるものの、その後複数の曲をリリースして後方向性の不一致で活動休止。2004年には活動復帰して、以降はライブハウスでの活動を中心に行っています。今ではキャンドルアーティストとして商品プロデュースやウェブ販売にも力を入れているようです。両親が有名人だった杉咲花さんですが、実は家族構成が複雑と言われています。その理由として両親の離婚が関係していました。小暮武彦さんは2度の離婚歴があり、1番目の妻元レベッカののっこさん、2番目の妻千恵梶浦さん、3番目の妻一般女性という婚姻歴となっています。つまりは千恵梶浦さんとは再婚の関係だったわけですね。小暮武彦さんと千恵梶浦さんは1996年に再婚し、翌年に杉咲花さんが誕生。しかし4年後の2000年に両親が離婚し、その後杉咲花さんは母子家庭で育ちました。幼少期のうちに離婚したので、杉咲花さんは父小暮武彦さんとはあまり面識もないのかもしれませんね。そして小暮武彦さんは3度目の結婚した一般女性との間に息子を設けていました。杉咲花さんにとっては母親違いの兄弟がいることになりますね。このように両親の離婚、父親の小暮武彦さんが3度の結婚をしていた、このことから複雑な家族関係となっていたようです。ただ、複雑な家庭環境の一方で、杉咲花さんと母の千恵梶浦さんの間には、
深い親子の絆があり、とても仲良しなご様子でした。続いて熱愛の件です。杉咲花さんの熱愛報道のお相手は、若葉竜也さんです。実は、熱愛報道が出る前にも、共演作品が多いお二人は、とってもお似合い、という意見が非常に多かったのです。杉咲花さんの明るくて、可愛らしい雰囲気と、一見ちょっととっつきにくそうだけど、実はとても優しいという若葉竜也さんとは、すごくお似合いに見えますよね。共演回数も多いこともあって、息もぴったりだからか、実は結婚しているのでは、という噂も出ていました。そんな中、杉咲花さんと若葉竜也さんの熱愛報道は、とても嬉しいものですよね。この二人の熱愛報道について、二人が現場以外で頻繁に会っていることは、彼らの周囲では公然の秘密。初めの頃は杉咲さんの方が夢中になっている節もありましたが、今では若葉さんも彼女にぞっこん、片時も離れがたい様子で、スタジオで一日中一緒に過ごした後も、彼女の家に通う熱々ぶりです、とドラマ関係者は語っています。杉咲花さんと若葉竜也さんが共演するドラマ「アンメット」は、事故で記憶障害を患った脳外科医川内雅がアメリカ帰りの風変わりな医師三瓶智春に導かれ、患者を救いながら事故を再生する物語です。2020年度後期の NHK 連続テレビ小説「おちょやん」で共演して以来、杉咲花さんと若葉竜也さんがタッグを組むのは4作目。今回、撮影現場で濃密な時間を過ごしたことで距離を縮めたといいます。そんな2人が5月上旬のとある夜、関東近郊のラーメンチェーンで遅い夕食をとっていました。撮影終わりでスタッフを伴っていたこともあり、2人ともリラックスした様子で、周囲を警戒する素振りもありませんでした。このデートから数日後には、撮影を終えた若葉竜也さんが愛車のハンドルを握って、杉咲花さんが住む都心の高級マンションへ。翌日の早朝、杉咲花さんと時間差で撮影所に出勤しました。双方の所属事務所は、プライベートは本人に任せていますと回答しています。またそんな杉咲花さんが妊娠中であると噂されています。有名女優として活躍を続けている杉咲花さんが妊娠していると言われていますが、本当なのでしょうか。調査してみると、杉咲花さんが主演を務めていた2020年放送の NHK 連続テレビ小説おちょやんで、小西春さん演じる瞳子が杉咲花さんの旦那役を演じた成田凌さんとの間で妊娠してしまい怒っているシーンが話題になったことからでした。しかし、この情報は杉咲花さんが妊娠しているという革新的な情報でない上に、妊娠している役を演じたわけでもありませんでした。そのため、現時点で杉咲花さんが妊娠している可能性は低いと考えられます。では、杉咲花さんのお腹周りがふっくら太ったなどの変化はあったのでしょうか。杉咲花さんのお腹比較1。2016年、杉咲花さんのお腹周りの比較一つ目は、2016年に放送された NHK 連続テレビ小説「トト姉ちゃん」での姿です。ふっくら見える衣装を着ていることから、全体的にふっくらしているように見える方もいるかもしれませんが、お腹周りがふっくらしているようには見えません。顔もシュッとしていて、ザ・女優って感じです。杉咲花さんのお腹比較2。2021年、杉咲花さんのお腹周りの比較2つ目は、2021年10月放送開始のドラマ「恋」です。ヤンキー君と白杖ガールの放送前の姿です。2016年時の杉咲花さんの姿と比較してみても、スタイルは変化していませんし、むしろ細くなったように感じます。このようなことから、杉咲花さんが妊娠している可能性は限りなく低いと考えます。いかがでしたか。今回は大人気女優の杉咲花さんについて紹介していきました。杉咲花さんの両親もそうですが、
何より熱愛報道が出たのに驚きが隠せませんね。これからの2人の動向に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。